はい、皆さんこんにちは。今日は20万大会、ちょっとグレードを落とした大会に出場してます。ちょっとね、今季まだ1勝もしないんで、そろそろ勝ちたいところです。で、相手がめちゃめちゃ強いです。アメリカでちょっと修行をしていた子らしくて、かなりバコイという噂があります。サーブも速いし、バックも速いし、フォアも速いし、展開が速いで、後ろ姿がめちゃめちゃ堀江徹選手に似てるっていう選手なんですけど、ちょっとまあ僕も今あんま自分で言うのはあれですけど、めっちゃ練習してて、結構ストロークもわりかし調子的にはまあいい感じなのかなっていう感じなんで、なるべくこう自分で打ち急がないようにラリーをして繋いで、ちょっとゲームを作ってこういったり頑張っていきたいと思いますので、そこら辺注目して見てください。よろしくお願いします。
ここまでご視聴ありがとうございます。見ての通りスコアが1646で敗退してしまいました。あとちょっと画角見にくくて申し訳ないです。ちょっと風とかでネットが画面カメラにかかってしまってかなり見にくい形になってしまったんですが、多分僕の動画史上一番見にくい動画になってます。で、本題なんですけど、ファーストセットはちょっとね何もできないというか、自分からミスがかなり多くて結構打ちに行っちゃったんですけど、セカンドセットは自分のストレートサービスゲームをとにかくキープしようっていう風に意識してやってきました。ちょっとねいろいろこう頭ですんごい考えながらプレイしたんで頭疲れてるんですけど、まあ反省点としてはやっぱりミスが多い、40オールのが結構多かったんですけど、まあ結構勝負弱いところがかなり多いかなという印象を受けました。自分ではまだまだだなっていう印象です。他のセットと4-6で割りかし競れて、相手が 5-3 のサービングフォーザーマッチの時に土壇場でリターンストって、ブレイクしてちょっと乗れるかなと思ったんですけど、ちょっと力してしまってサーブを落としてしまってそのまま負けちゃったっていう感じで、かなり悔しい形になりました。はい、ということで来週ですね、千葉の野田市でロイヤルシーオープン、同じ20万大会の大会が行われます。今季初めての勝利に向けて頑張っていきたいと思います。で、その翌週に日本で国内大会と2番目に大きい大会 JTT1 300万大会の毎日テニス選手権かが行われますので、それに向けてちょっと今2大会出てるんでマジでファイトをするんで、本当に一生できないと今季引退なんで俺マジ笑えないですけど、本当に本当に負けなんで、本当に引退、マジで引退するんで、なのでちょっと僕の活動記録を皆さん見てください。ということでまた次の動画で、さよなら。